Welcome to BEC! Hello! Business English Course へようこそ。ビジネスで使える英語表現をレッスン。今日はビジネスでよく使う英単語に注目しよう。メールのこの部分、アタッチメントってわかる？これ、添付ファイルのこと。アタッチとも言う。取引先とのメールでもよく使う単語だから覚えよう。 But 実はこの E メールは取引先から来たものじゃない。ビジネスメール詐欺に使われた偽メールなんだ。今このビジネスメール詐欺の被害が多発している。そこで今日の BEC は緊急企画、ビジネスメール詐欺ビジネス E メールコンプロマイズの手口と対策を徹底検証。ビジネスメール詐欺とは、企業の担当者に偽のメールを送りつけ、犯罪者の口座に送金させ、金銭を騙し取るサイバー攻撃の一種だ。ビジネスメール詐欺は日本語のものもあるけど、ほとんどが英文で来る。英語でメールのやり取りをしている人は要注意だ。では典型的な被害の例を見てみよう。取引先のジョンさんからね。鈴木さんこんにちは、請求書を添付します、ご確認ください、よろしくお願いします。ジョン。おや、またメールが来たね。またジョンさんから。ここでまず英単語のチェックをしよう。 Audit は監査のこと。 Annual Tax Audit は年次税務監査だよ。 Remit は送金することだ。 Account はいろいろな意味があるけど、ここでは銀行口座だね。 Please remit to the new account、 新しい口座に送金してください。いかにも怪しいぞ。ご注意ください、私たちの口座は現在年次税務監査を行っていて入金できません。今後は新しい口座への送金をお願いします。添付をご覧ください。ご不便をおかけして申し訳ありません。この口座に変更ね。分かったわジョン。ダメダメ、騙されないで。 XY 社ですが送金先を変更してほしいそうです。経理部門へ送金指示を出してしまったよ。数日後、取引先のジョンさんから電話が来て、彼女はびっくり。 What? Hasn't it been transferred?Really? I passed it to the accounting department. 経理に問い合わせると、指定された口座に振り込んだと聞く。その時、彼女は騙されたことに気づいた。なんでよ。だってジョンさんも知ってる人だし、メールもいつものと同じだったし。何がどうなってんの、もう。それがビジネスメール詐欺の巧妙なところ。こんなトリックが使われたんだ。実は1通目のメールは取引先から来た本物なんだ。攻撃者は普段からどちらかの会社のメールサーバーに不正アクセスして、メールのやり取りをこっそりと盗み見ていた。だからジョンが請求メールを送ったのを見て、その直後ジョンになりすまして偽のメールを送ったんだ。最初は本物で2通目は偽物？だって2通目は最初のメールが引用されてたんだけど。メールを盗み見るだけでなく盗み取っていたんだね。それと銀行口座が書かれた添付ファイル、あれも本物のフォーマットを盗んで作った偽物なんだ。気がつかなかった。だいたいメールアドレスも本物だったわ。本物のメールアドレスを一部分だけ変えた偽のアドレスだよ。本物のアドレスを使う場合もある。アドレスだけでは見分けるのは難しいんだ。
振り込ませた後、犯人は女性社員になりすまし、取引先企業に支払いは確認中なのでもう少し待ってほしいとメールを入れている。え、ジョンだけでなく私にもなりすましたわけ？そう、本物の口座には振り込まれないわけだから詐欺だとバレるのを遅らせたんだね。これだけ手口が分かっているならお金を取り返せないかしら？残念ながら一度送金してしまうと取り戻すことは難しいんだ。 Sorry, it's too late。 だからこそ被害に遭わないことが大事だよ。別の手口を見てみよう。経営者になりすましたビジネスメール詐欺だ。おや、社長からメールだ。社長は外国人、メールが来たのは初めてだった。ではこのメールの英単語をチェック。 Confidential Matter は機密事項、 Acquisition は獲得。ここでは企業買収のこと。 Lawyer は弁護士だね。 Instruction は指令、その詳細といった意味だ。では訳してみよう。ある機密事項について協力していただきたい。現在新規の企業買収に取り組んでいるが、その件について弁護士があなたに連絡して詳細を伝えることになっています。メールは来ましたか？企業買収、大仕事じゃないか。社長から直々のメール、しかも機密事項だ。名前もメールアドレスも本物だから財務部長疑ってないようだ。弁護士からはまだ連絡がありません。返信を出すとすぐに社長からのメールが来た。その内容は？外国企業の買収が進行している。情報が漏れると計画はご破産になる。これは我が社にとって重要な仕事だ。君を信頼して任せたいが大丈夫か？つまり秘密のうちに買収資金を支払ってほしいと言っている。でも振込先は書いてない。 Why？ まだ相手が信じているかわからないし、口座を教えるのは危険だと考えるからだ。何度かメールをやり取りしてすっかり信用させてから振込先を教えて一気に大金を振り込ませる。この財務部長も社長のミッションだとすっかり信じて巨額を振り込んでしまった。 Oh my goodness！ 騙された。そう、残念ながら He was cheated。 じゃあビジネスメール詐欺の被害に遭わないようにするにはどうすればいいの？ What should we do？本物のアドレスにメールをして取引先の担当者に問い合わせる。でも攻撃者はあなたと取引先のメールのやり取りを覗いていたんだよ。そっか。じゃあ簡単なことを忘れているよ。取引先にメール以外の方法で確認するんだ。なるほど。I received an email saying that your bank account has changed. Is this true? I've never sent such an email to you. 突然の振込先の変更や急な送金依頼があったら電話、ファックスなどで取引先に事実確認しよう。では財務部長の場合はどうだったかな？秘密にしてくれ。君を信頼していると言われてたので誰にも確認や相談もできなかったです。それでは犯罪者の思うツボ、社長に電話で確認するべきだったね。不審と感じたら周囲と相談したり適切な部門に連絡することが大事なんだ。これはビジネスメール詐欺に限らず様々なサイバー攻撃に対しても重要なことだよ。騙されたと気づいたらすぐに送金依頼した銀行に連絡すれば送金を止められるかもしれない。
送金する前に経理部門でチェックするようルールを決めたり、取引先との連絡、情報共有の方法を決めるなど、送金に関する社内規定を整備することも必要だね。そもそも私とジョンのメールが盗み見られていたわけで、それが怖い。その通りだね。メールサービスへの不正アクセスを防がないとならない。一般的なサイバー攻撃への対策をしっかり行うことは、ビジネスメール詐欺への対策にもなるよ。例えば複雑で推測されにくいパスワードを設定したり、多要素認証を使うなど、基本的な対策を徹底しよう。最後に今日のレッスンのまとめ。ビジネスメール詐欺の被害に遭わないためには、対策1、取引先にメール以外の方法で確認。対策2、不審なメールに気づいたらすぐに適切な部門に報告。対策3、騙されたと気づいたらすぐに送金依頼した銀行に連絡。対策4、送金に関する社内規定の整備。対策5、メールサービスへの不正アクセスを防ぐ。ビジネスメール詐欺に引っかかって振り込みをしてしまうと、会社は大きな損失を被る。世界中の企業だけでなく、すでにたくさんの日本企業が実際に被害に遭ってるんだ。ビジネスメール詐欺は社員の誰が引っかかるかわからない。だから組織として一丸となって対策していく必要があるよ。それでは See you! バイバーイ。